こんにちは。今回は長編みで作る簡単な模様編みを紹介します。この模様は、こちらが表側で、裏はこのような模様です。どちらでもお好きな方をお使いください。この模様は伸縮性もあります。編み方を編み図で説明します。この模様は、模様一つが鎖編み二目が必要です。今回は7個の模様を編みますから、14目に最初に一目必要で、全部で15目の作り目で編み始めます。1段目は長編みです。立ち上がりの鎖編み3目を編み、間に入れる鎖編み1目を編んで、全部で4目の鎖編みを編みます。次は長編みです。長編みを編むのは、4目の鎖編みを編んだところから、1、2、3、4、5、6個開けた7個目の鎖編みに長編みを編みます。鎖編み1目を入れて、作り目も鎖編み1目を開けた2個目に長編みを編み、鎖編み一目を編んで、作り目も一目開けた二個目に長編みです。これを繰り返して、最後は長編みで終わります。作り目の鎖編みを15目編みました。最初は長編みですから、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、間に入れる鎖編みも一目編みますから、鎖編み4目を編んで、次は長編みを編みます。鎖編みの1、2、3、4、5、6、7個目の鎖編みの裏山に、ここに長編みを編みます。長編み1目を編み、鎖編み1目を編んで、1目開けた2個目の裏山に長編みを編みます。これが1段目の模様です。これを繰り返します。鎖編み1目を編んで、1目開けた2個目の鎖編みに長編み。鎖編み1目を編んで、2個目の鎖編みに長編みです。鎖編み1目を編んで、2個目に長編み。鎖編み1目を編んで、2個目に長編み。鎖編み1目を編んで、2個目の最後のところに長編みです。これが1段目の模様です。2段目の編み方を編み図で説明します。1段目の長編みを編み終えたところから、2段目も立ち上がりの鎖編み3目を編みます。次は長編みの2目一度の編み方で、鎖編み3目を編んだ根元の1段目の最後の長編みの頭に未完成な長編みを1目編み、次の長編みの頭に未完成な長編み1目を編んで、それを1つにまとめて長編みの2目一度を編みます。鎖編み1目を編んで、次も、今長編みを編んだ長編みの頭に未完成な長編みを編み、次の長編みに未完成な長編みを編んで、これを2目を一度にまとめて、2目一度の長編みを作り、次は鎖編みです。これを繰り返して、最後も長編みの2目一度を編むのは、最初の立ち上がりの鎖編み3目のところに最後の未完成な長編みを編みます。2目を一度にまとめて、2段目の最後は長編みを鎖編み3目のところにもう一回針を入れて長編みを編みます。これが2段目の編み方です。3段目は1段目と同じ編み方ですが、編み入れる位置が作り目の鎖編みではなく、2段目の模様の鎖編み
一目のところに編み、四段目は二段目と同じ編み方を繰り返します。次は二段目です。立ち上がりの鎖編み三目を編んで、編み地を裏返します。次は未完成な長編みを今、鎖編み3目を編んだ前段の長編みの頭2本を拾って、ここに未完成な長編みを編みます。ここまでが未完成な長編みです。次は隣の長編みの頭に未完成な長編みを編みます。針に糸をかけて、長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、ここまでが未完成な長編みです。次はこの長編み2目と針にかかっている1目で3目を一度に引き抜いて、これで長編み2目の2目一度を編みました。次は鎖編み1目を編んだら、また同じ模様を編みます。今長編みを編んだところにもう一回針を入れて、未完成な長編みを編み、次の長編みに未完成な長編みを編み、これを一度に引き抜いて、長編みの2目一度にしました。これを繰り返します。鎖編み1目を編んで、次も今編んだ長編みに未完成な長編みを編み、次の長編みに未完成な長編みを編んで、これを一度に引き抜きます。これが2段目の模様です。これを繰り返します。鎖編み1目を編んでから、未完成な長編みを長編みの頭に編み、2目編んだらこれを一度に引き抜きます。鎖編み1目を編んで、今編んだところに長編みの未完成な形です。次の長編みの頭にも未完成な長編みを編み、これを一度に引き抜いて、鎖編み1目を編みます。これを繰り返します。今編んだところに未完成な長編みを1目、次の長編みに未完成な長編みを1目編んで、これを一度に引き抜き、次は鎖編み1目です。そして最後のところは、今編んだところに未完成な長編みを1目編み、次は立ち上がりの鎖編み3目の3個目に長編みです。最初の1段目に立ち上がりの鎖編み3目と間に入れる鎖編みを1目編みましたから、間に入れる鎖編みを一目開けた。その次が立ち上がりの鎖編み3目の3個目のところになりますから、鎖編みの2個目のところに未完成な長編みを編んで、これを一つにまとめます。そして最後は長編み1目を立ち上がりの鎖編み3目の今長編みを編んだ同じところに長編み1目を編んで、2段目の模様ができました。3段目は1段目と同じ編み方です。立ち上がりの鎖編み3目と間に入れる鎖編みで4目の鎖編みを編んで編み地を裏返します。次も同じように長編みを1目置きに編みますが、長編みを編み入れるのは2段目で鎖編み1目を編んだところです。長編みの2目一度を押して間に鎖編み1目ずつあります。この鎖編み1目のところに長編みを編みます。ここに長編みを編み、鎖編み1目を間に入れて、次の鎖編み1目のところに長編みです。3段目は1段目と同じ模様になります。次も鎖編み1目を間に入れてから、前段の鎖編み1目のところに長編み、
鎖編み1目を入れて、鎖編み1目のところに長編み。これを繰り返します。鎖編み1目、鎖編み1目のところに長編みを繰り返して、鎖編み1目を入れて、次の長編みは、2段目の長編み2目を編み入れて、最初に編んだ鎖編み3目のところです。模様と立ち上がりの鎖編み3目のところです。この鎖編み3目のところに長編みを編みます。3個目の鎖編みに針を入れて、ここに長編みを編みます。これが3段目の模様です。模様は1段目と同じ形になります。次の4段目は2段目と同じ編み方です。鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、鎖編みを編んだ長編みの頭に未完成な長編みを1目、次の長編みに未完成な長編みを編み、これを一度に引き抜いて、長編みの2目一度ができました。間に鎖編み1目を入れて、長編みを編んだ同じところに未完成な長編み。次の長編みに未完成な長編みを編んで、これを1つにまとめて、鎖編み1目を編みます。この模様を繰り返して、4段目を編みます。長編みの未完成な長編み2目を編んで1つにまとめ、鎖編み1目、長編み2目一度を編みます。鎖編み1目を間に入れながら、長編み2目一度を編んで、鎖編み1目を入れます。次も長編みを編んだところに未完成な長編み。次の長編みに未完成な長編みを編んで、これを1つにまとめます。鎖編み1目を間に入れて、次はここと同じように、長編みの未完成な形を1目編み。次は一目飛ばした次の鎖編みです。立ち上がりの鎖編み3目と間に入れる鎖編みを編みましたから、立ち上がりの鎖編み3目の3個目のところに未完成な長編みを編んで、これを一つにまとめて、最後は長編み1目だけ編みます。同じところに長編み1目を編んで、これで4段目までができました。この模様を繰り返します。3段目、4段目の編み方を繰り返して編みます。長編みと鎖編みで作る模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。